冷たい。まず冷たい。なんだこれ。まずぬるいな。レンジの加熱の目安500ワットで1分って書いてあるけど、もう500ワットで3分ぐらいやってんのに別にぬるいんやけど、ワッターですぎるやろこれ。翔くん、翔くん、翔くんかい。これはね、21連勤をしまして、バイトが決まったってこの前の動画で言ったんですけど、いただきます。そこで、まあ、いつでも入れますよみたいなこと言ったらめちゃくちゃ入れられて、で何を土地区行ったのか、俺はもう一個バイト応募して、もう一個バイト受かって、もう一個のバイトもいつ入るって言われたんで、最初に入ってたやつの入ってない時に、あ、じゃあこの日入れますって言ったんですね。そしたらもう気づいたら毎日労働で21連勤だったんですよね。しかもこの2個目のバイトは軽いんですよ。1日4時間とか5時間なんですけど、この1個目のバイトが9時から9時なんですよ。12時間労働、これを5連続とかなんですよ。飲食店なんですけど、飲食店のこの人手のなさやばいなっていうのを実感しましたね。まあちょっと貼っときます、写真撮って。これだけ見ると13じゃないですか。17から30日までなんで、このより前にもやってるんですね。まあ10日から始めてるんですよ俺。8月の10日スタートのからもう毎日あるんですね。8、9、10、11、20連勤でした。20連勤が昨日ようやく終わったんですよね。もうね、食いたいもん決まってたんですよね。カレー、カツカレー食いたいと。いやーね、20連勤なんてね、俺人生でしたことないんでね。これ見てもらったらわかるんですけど、18日から22日、これ9、12、9、9、9って書いてあるじゃないですか。これは全部9時までやってるんですよ。やばかったこの時。1日12時間を5連勤。まあまあのブラック企業ですよ、こんなの。じゃあ話したいことがありすぎてな。正社員でもこんなに働いてなかったよ俺。正社員の時でも。マジできつかった。その時に多分一番きつい時に動画撮ってるんで、ちょっとだけご覧ください。どうぞ。今20なんで、今11連勤中なんですよね、今俺。まあ俺は基本的にだらけ人間というかね、本当にだらけ人間で、ごく稀にその好奇心がそのだらけを上回った時にだけちょっと行動ができるみたいな感じの人間なんで、で、分かったのがどういう感情になるかっていう、なんか来いや、来いやっていう感情になるんですよ。だから1日12時間とか13、4時間働くのってまあきついじゃないですか。けどそれがもう毎日になるとそれが当たり前になってくるんですよ。だからそんなに苦じゃなくなるというかね、体が適応するんですよ。過労死の疑似体験ができてます。はい、次の日ですね。魔の5連勤終わりました。もうこれ以上ね、しんどいことは今後ないと思う。1日12時間かける5みたいな飲食の闇をねちょっと感じたんですけどもね。はい、でね、なんで俺がこんな働いてるのかっていうと、貯金がやばい状態で、あのね、今めっちゃギリギリの状態で生活してるんやろ。今、貯金が15万なんですよ、俺。月に10万消えてくるんですよ、俺。今月働いた分が、来月の15日に入ってくると。9月の15日に10万円ぐらい入ってくるんですよね。で、25万じゃないですか。10万減るんで、月末にはまた15万になるわけです。これね、本当にギリギリなんです。あと1ヶ月俺始めんの遅かったら終わってたんですよ。しかもこのバイトする、始める時期も計算してたんじゃなくて、まあなんとなくそろそろやばいからやるかって言ってやってたんですけど、1日12時間労働ってさ、奴隷やん。テレビの AD みたいな、動画を制作するのを手伝う会社みたいなのに受かりました。契約社員みたいな感じですかね。まあ、まだ正確には決まってないんですけど、あと社長面談みたいなのが残ってて、まあでもほぼほぼ採用ですみたいなことはなんか言ってきたんですけどね。月10万稼ぐのって週3で1日9時間やればいけるんですよ。ようやりきったわ俺。あの5連勤が本当にやばかった。頭にね、やっぱよぎるんですよね。もう行かんといたろうかな、今日飛んだろうかな。でも飛ぶと死んでね、俺家賃払えないんで。本当にね、このカツカレー食いてーって思ってたっすね、最後の方。これ終わったらカツカレーとバス船と散歩とかしてーって思ってましたね。ロッテリア食いてーとかね、欲望がね、出てきたんですよね。今までそんなことなかったんですけど、いざこう抑制されると欲が出てくるんですよね。だって何にもできないじゃないですか。9時から9時って。これからはね、週3で1ヶ月ぐらいなんですけどね、多分あとバイトするのは。
でも一番うざかったのが YouTube をやる時間がないんですよね、本当に。このバイト先でいる人がおばちゃんなんですけど、厄介な人でね、口うるさいんですよね、本当に。最終やることは分かってるんですよ、やることでも途中でこの状態になることってあるんですよね。その途中の段階で言ってくるんですよ、あーこうじゃないみたいな、うるせえこいつ、うるせえわーみたいな。でもさすがにね、この人に怒るのも大人げないんでね、まあ怒らないんですけど、この人の方が40ぐらい年上なんですけどね、言い方がきついおばちゃんなんですよね。ちゃんとやってみたいな、別に悪気はないんですよ、その人に。ちゃんとやりましょうね、ハキハキとやりましょうみたいな。俺全然ハキハキタイプじゃないし、どっちかっていうともうダラダラやりたいタイプというか、人にはそのそれぞれのタイプがあるっていうことを全く分かってないというかね、とにかくうるせえ悪い人ではないんですよ、悪い人ではないし、いい人なんですけど、嫁姑問題はちょっと理解できるというかね、本当にやかましいですね。はい、ということでね、食べ終わりました。僕はあの大金持ちになりたいわけじゃないですよ。月に10万円この YouTube で稼げれば食べていけるんですよ。よかったらその夢を僕が叶えていく瞬間をね、みんなと共有していこうと思います。チャンネルの登録の方よろしくお願いします。じゃあ、次の動画でまた会いましょう。